ドンキにいそうな人のジャージ買ってくるでしょ。なんか運動したことないからなんか順位によって高さが変わります。お話買ってきたな。江戸さんの歌楽曲は先行になります。それでは歌ってください。どうぞ。成人男性3人組のオルビス型です。エロです。エアチューです。ミシルです。 1500m ゴール。その前に、はい、皆さんに一つお伝えしなければならないことがありますよね。え、すいません、虫歯になりました。ありますよね。え、ちょっと皆さんもありますよね。なんだろう、それくらいしかないけど。エアチューさんもありますよね。なんだろう、ちょっと髪伸びたかな。あ、言われてみない。顔隠しが外れております。顔隠しが外れております。なのでね、私たち今変なテンションにはなっているんですよ。そうだね、うん、なんかこれがもうすでに世に出ているまあ出てる想定じゃないですか。今なかったことにしたいんだけど。え、本当にもう帰るかい。もう帰るかい。顔出しでこれから成人男性3人組も、まあ、1周年ということでね、だいたい1周年ということで、ね、だいたい1周年、だいたいそうです。顔隠しのも外して頑張っていきたいと思いますので、はい、これからも動画の方よろしくお願いしますと。お願いします。そして今回ここ、はい、どこだ、体育館。はい、今回ですね、東久留米市さんのご協力のもと、うん、体育館を貸し切りさせていただいております。どうりで声が響くと思いました。響く響く、うん、こんなに大きな体育館を借りたんですから動かないわけにはいかないと。まあまあまあということで、本日の動画のタイトルもう一度言わせていただきます。はい、はい、1500m コーン。あー、やっぱりかすごく嫌な予感がする。いやなかったことにならんかなと思っちゃったね。不釣り合いだったメートルと、まあ、簡単な話でございます。はい、今から皆さんには 1500m 走っていただきます。運動、動きたいなっていうのをそのまま受け止めないでほしい。もっとなんかあるじゃん企画がさ。 1500m 走っていただきます。しかも聞かないよ。しかもですよ、はい、今回はもう一つ、はい、ついでに説を考えてきましたので、高音系歌い手だったら 1500m 走った後でも高音曲歌える説。無理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 。失敗さよう。歌える説。あの一発目というかね、記念すべき動画でしょこれ。そうですね、顔出ししました。はい、できませんで終わるよ。うん、一発目で顔出しの時点でこの服装の時点でおかしいんですよ。君だけ柄悪いよ。なんか悪い、うん、いるもん夜中のコンビニとかね。だってスポーツウェア買ってこいって聞いて、なんでそんなやつ。ドンキにいそうな人のジャージ買ってくるでしょ。なんか運動したことないからこんなごめんごめんな、こんなんかなと思って買ってきたんです。で、あの今回、はい、1500m 走った後に歌うってなったら、はい、そんなもんゆっくり走った方が楽じゃん。まあまあそうですね。そうですね、流してね。 3時間ぐらいかけて走ったもんね。なんか順位によって高さが変わります。お話買ってきたな。あー、なるほど。まあ、音域だけ、曲をじゃあ後ほど説明するとして、はい、音域だけ説明します。じゃあ3位からいこうかな。まあ、ビリですよね。あれ、まあ、3位なんで3位なんで3位。え、確かに。よおい、あ、それとも俺かい。いや、俺か、俺か。そういうこと。いいですか、免除。いいですか、はい、あの、はい、私、はい、先週、はい、本気の転びをしました。まあ、皆さんご存知の、はい、あの、怪我をして、そうだね、あの、走れなくて。いやいや、取るって言ってたからね。2ヶ月前くらいから言ってたの。これ、あのね、ただの本当に事故なんですよ。雨の日に転んじゃって。これね、彼やりましたよ。走ったかい。やりました。やった。走るか痛むかだったら彼は痛みを取ります。やりました彼は。もう来て、こんなんなってる。見せるな。ダメダメ。赤、赤見せるな。こんなんなってるから。ごめんなさい。ということでね、3位の方、はい、音域は、はいはい、し、はい、死んでください。無理です。はいはい、しんでください。2位の方、うん、はい、これ一気に下がりますよ。一気に。ハイエフ。高いんだよな。さっきの聞いたからね。高いんだよな。低く聞こえるけどね。1500走った後よ。そうよ。いや、そうなのよ。重たいぜ。じゃあ1位の方。はい。はい。ハイエフ。ハイエフ。ハイディシャープ。いや、高いね。高いな。高いわ。高い。こういう時1位もっと低いやつくるんだよ。うん、そうなんだ。じゃあ全部ハイハイにします。なんでやねん。なんでやねんしか言えなくなった。素晴らしい速度のツッコミが槍みたいな。ということで、ね、早速皆さん走っていただきたいと思います。私はね、解説実況という席で。許せねえ。許せねえ。ごめんなさい。ごめんなさい。焼肉行こうや。本当にそれぐらいだったら怒るかもしれない。
寿司ね、寿司ね、寿司ね。ということで皆さん頑張ってやっていきましょう。おりゃ本日 1500m 高温、選手の皆様が、ウォーミングアップをしているところでございます。少しお話を伺ってみましょう。それでは一番近くにいたこちらですね、枝野さん、はい、なんか意気込みを一つお願いします。今日はそうですね、まあ、今までの足してきたのバスだけですね。ありがとうございます。それではウォルピスカートさん、ちょっとよろしいでしょうか。一言お願いします。あーって言ったね。あーなんかちょっとね、集中力切らしちゃいけないタイプの方なんですよね。ニャンヤオチューさんでしょうか。なんか見たことないトレーニングしてるな。あら何してるんだろう。早く話しかけてくんねえかなみたいな。あー自分から来た。一言お願いしてもいいですか。まあやるだけやりますよ。あーすいませんすいません。ということで、3名のインタビューでした。本番どうなるのか皆様お楽しみに。はい、ということで実況解説のリスルです。よろしくお願いします。選手の皆さんが揃ったところで、そこから 1500m を走ると、このね、体育館の長さ的には大体、この体育館20周するとね 1.5km になるので、そこを目指して入念にストレッチしてくださいね皆さん。僕ら高校生のような若い肉体ではございません。やめろ若いぞ。やめろ。28歳。で、ルールとしては20周走り終えたら即座に音楽が流れますので、その目の前にあるマイクの位置に立って歌っていただくということで、はい、じゃあ皆さん準備はよろしいでしょうか。 OK、 はい、位置についてよーいスタート。心の底からあっちに入らなくてよかったと思いますね僕は。あ、予想通りというか、なんというか、やはりエルノさん早いですね。早くもワンコーナー分の差がついておりますが、1位から順にエルノさん、ニャンヤオチューさん、オルペスカーターさん。ただ思ったより離れているような感じはございません。エルノさん手振って、あら余裕があります。手を振ってくれる余裕があります。オルピスカーターさん手を振って、あー中指を立てられてしまいました。中指を立てられてしまいましたね。徐々にオルピスさんのペースが落ちてきましたか。ニャーチューさんはどうでしょう、余裕はありますか。ちょっときついです。ちょっときついだし、喋る余裕はでもまだありそうですね。いや、かなり早いのでは。現状これ3周です。全員3周ですが、オルピスさんが今3周ですね。エルノさん早いな。エルノさん、はい、4周目突入しました。ちょっとメモしときましょうね。これニャンヤオチューさんも4周目。いや、ウォルピスさんでも健闘している。ウォルピスさんも4周目です。周回遅れになっておりません。しかし後ろからエルノさんが近づいてきている。早い早い、やばい。ちょうどカメラに映ってないところでウォルピスさんをエルノさんが悠々と抜かし、ものすごい笑顔でウォルピスさんを追い抜いていきました。周回遅れになりましたね、これで。ここでニャンヤッチューさんも半周遅れからノエルに対して半周遅れでございます。いや、これ2人に2周差あるね。エルノさんすでに7周目に入っております。ニャンヤッチューがウォルピスカーさんに周回差をつけた。まだニャンヤオチューはエルノさんにはつけられて、あーウォルピスカーターさん、ちょっと歩き始めてしまいましたね。やはり体のね、体調が一番なので、きついなと思った方は皆さん歩いてください。水分補給も好きにとって大丈夫ですよ。なんとかニャンヤオチューさん周回遅れにならないように。いや早い、ノエルが早い。ニャンヤオチューも徐々に徐々にペースを追って歩き始めてますね。おかしい。いや、ノエルやばくないか。あら、これは周回遅れです。ピットイン。オルピスカートさん、ニャンヤオチューが休憩に入りました。嘘だろ。さあ、エルノさんと2周、一人だけゴールが近い。
ターさん、曲の準備は大丈夫ですか？一着の方は、ハイハイ D の曲と、D シャープの曲となっております。エルノさんがラスト1周でございます。さあ、エルノさん、ここで一着でゴール。そしてそのままヘッドホンの方へ。ヘッドホンの方へ。さあ、ヘッドホンの方へ曲が流れます。エルノさんが歌う楽曲は何ですか？これなんか、なんだっけ、これ先行です。エルノさんが歌う楽曲は先行になります。それでは歌ってください。言葉をもう一度描いて、回路に染まる時間を置き忘れたれば、悲しい世界はもう二度となくて、荒れた陸地が凍え落ちてく、いたずらがいただいて無理だろ。さて残りお二人でございますが、にゃんちゅうさんはあと何周だ？あ、これだと2周ですね。かなりゴールが近い。4周ソープでつけてたってことじゃない？マジで。ボルフィスさんはあと5周残っておりますね。ニャンチュー頑張れ。ニャンチューさん、ここでラスト1周、ラストスパート、ラストスパート。走れますか？ペースアップ、ペースアップ。勘弁してください。なんて言ってたの？勘弁してくださいって言いながらずっと喋ってる。勘弁してください。ここでニャンヤモチューさんが2着目ゴール。そのまま座ることなくヘッドを装着してください。ニャンチューさんが歌った曲は何ですか？ワルキューレは限らない。それでは歌っていただきましょう。歌詞わかんない。ニャンヤモチューさんでワルキューレは限らない。助けてください。私だけは絶対裏切らない、裏切らない。青い空、荒い吹き、そう、助けてくれ。そしてオルピスカーターさんがここでラスト1周でございます。いやいや、えらいな、えらい。この年になってここまで走ることないですからね。あと半分、はい、待ってます。頑張って、あと少し、あと少し。ここでオルピスカーターさんが3着でゴール。そのままヘッドホンをつけて、休みたい座りたい、でもヘッドホンをつけてオルピスカーターさんに歌っていただく楽曲はロストワンの亡国、ナスサビ転調バージョンなので最高ハイハイ C シャープでございます。それでは音楽お願いします。おやすみください。こちらどうぞ。こちらはね、どうぞ。エンディングを撮りたいのですが、休憩させてくれ。いや、このままエンディング、なんでもう締めてくれ。じゃあ僕が締めに行きますね。せめて皆さん、画角に入ってもらってもよろしいでしょうか。画角にね、寝転がったままで大丈夫です。画角に入ってください。皆さん、僕はもう入ってる、入ってる。ああ、めっちゃ元気です。まあ、せっかくのね、初顔出し動画なので
一言ずつ感想をいただきたいところなんですけれども、元気な江野さんからちょっといただきましょう。なんで初がこれなの？同じこと思ったわ。なんでこれなの？正直ね、わざとやったわけじゃないけど。わざとだろ。わざとじゃない。わざとじゃない。わざとじゃない。にゃいおじいさん、どうでしたか？暑い。暑いね。暑い。感想はここまでという。はい。オルペスターターさん、いかがでしたか？寒い。死ぬ？寒い。やばいな。怖い。怖い。え、体が止まらない。大事な動画やぞ。なんで頑張ってる俺らよりおもろいことすんだよ。やめて。急にオルビスがゴールした途端にシャックル止まんなくなった。すいません。ということでね、本日の動画はここまで。これからもね、こうやって顔隠ししない実写の動画を投稿していくので、また見てくださいということで、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。またね。もう 1500m はコリゴリだよ。真ん中スタートであっちに走って、そこを1周目とします。で、俺が多分内側だから後ろで、ニャンヨーが持ってこっち止まるで、うまくバランス取れないか、こんな感じ。いいじゃない。不思議だ。